歌敷田城古墳、歌敷田場古墳は、愛媛県西予市和町坂戸にある古墳、形状は円墳、坂戸古墳群を構成する古墳の一つ、西予市指定史跡に指定されている。愛媛県南西部、上盆地西側丘陵の尾根斜面平坦地に、築造された古墳である。付近の谷間には、多数の古墳が分布し、明治初期には、 約70基が存在したというが、現在では、本古墳以外の大半が消滅している。墳形は、円形で、直径11.9メートル、高さ4.5メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南西方向に開口する。石室は乾燥しており、上盆地では、最大規模になるとして重要視される。築造時期は、 古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。古墳域は1974年に旧宇和町指定史跡に指定されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南西方向に開港する。石室の規模は次の通り。奥壁には一枚石が使用される。天井石は、原出で二国、沿道で二国。 原文には原文中石を伴う。石室の形態は、馬高山古墳一号石室、朝倉古墳との類似が指摘される。ありがとうございます。